はいさーい。はいさーい。はい。はい、今回ですね、チャーシューってあるじゃないですか。あのラーメンとかに入ってるチャーシュー、はい、あれは豚なんですけど、うん、はい、丸々1匹の鶏でチャーシューを作ろうかなっていう企画です。できるんだそれ。1匹丸々でチャーシューするってこと？そうそうそう、鶏でもできるんだチャーシューは。焼き豚がチャーシューって意味なんだけど、うん、うん、おすごい、いいね、綺麗に入ってる。1匹でか、こっちか。あー、おー、でかでかいな、でかいな、でか。あ、これがチャーシューになるわけか。柔らかいチャーシューの方がいいんで、うん、はい、柔らかく味も浸透させる意味でフォークとかで刺しまくって穴を開けまくる。始まって早々グロくねそれ。いきなし串刺しにするってこと？じゃあそうだろう。じゃあこれを串刺しの形にしますか。型にあるよな、これ型にやる。どういうこと？型にあるよなって必ずみんな注射ってさ。あ、9本ぐらいでかいかな。そのつもりじゃあ使っていこうかな。こっちの方が早そうだ。まあこっちの方が強い。あ、すごっ。入るかな。はい、あ、入った、来たし。おお、これに調味料入れていきます。まずは材料の方が醤油。醤油、醤油、みりん、結構ですね。鶏ガラスープ。うわ、チーズ。じゃあ、リンゴストレートジュース。こう青森県って書いてますね。リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これもストレートを入れていきます。美味しくなりそうで、九州醤油、うん、甘いやつね。 OK かな。で、これを、はい、揉み込んでいきます。味を染みさせるために。怖い、こっちが。OK。 結構ね、これ揉んだ方がいいらしい。ここ大事？大事らしい。あ、なんか減った気がするな。減ってるの？何が減ったの？吸ってから。あ、水分が？うん。一日置こうかなと思って、これ。さらに？さらに。したらもっと味しみるんじゃないかな。はい、確かに。本当数時間でもいいんだけど、物が大きいから。はい、ああ。ってことは今日食えないってことか。そうなんですよね。楽しみだからね。じゃあ次は帰りにチキンでも買って。クリスマスの。チャーシューじゃないってこと。あ、そういうこと。今日イブですもんね。いや、動画上がるときはもう1月とかじゃないか。まあ確かに。クリスマスに男3人で丸鶏をひたすら揉みまくるっていう。確かに。こんな食べれないかもしれないよ、うん、こんな。メンバーが変わってるかもしれない。メンバー変わってる可能性高いからな。怖っ。プスッ。人工の下で。あ、しかもちょうど新作のグッズ入ってる。あ、今日、そう、今日24で明日発売の、お、あ、新グッズですね。かわいい。これかわいい。サメ、これがダークブラウンサメ。これよく見たら俺が描いたサメですね、なんかの動画で、うん、これファンの人わかるかな、コメント欄に書いてくれたり。あ、やべ、ニンニクと生姜入れるの忘れた。あ、今から入れるか。後から入れるか。今入れる、今入れるか。今入れる。皮ごといく？生姜どうせ、うん、あれだから食べないからね。ニンニク、服は脱がした方がいい？服脱がした方がいいはず。それで、服っていう。あー、うまい。視聴者は、はい、ツーグルも見たいと思う。いや、違うね、ツーグル見たいと思う。大体一緒ですよ。あ、できるってこと？
まあ、できるわけじゃないですけど、雰囲気だったら。みたいな、みたいな。ミツグ、はい、今日が動画初登場。初登場。これ以上にんにく切ったら、サノサノクが来そうだな。寄ってきそう。寄ってきそう。サノサノクのお父さんとかお母さんも。ガツグ。うん、8個目くらいから。さあ、ツグは切れるのか。むずいっすね、一応。行ってきてんじゃん。生きてます。最後がむずい。最後むずいな。最後もう気にせず指切っちゃったらいいんじゃん。途中まで。それができたら苦労しないっす。なんかこのやつの初めて見るかも。兄弟で料理して。確かにな。イブに遠征悪くな。ああ、確かに。初じゃん、この絵。確かにこのキッチンでは初だね。なかなかないっすね。毎日撮影してるキッチンで兄弟が揃って、リブにあのお兄ちゃんとチキン切ると思わなかったし、お兄ちゃんと料理するとは思わなかったな。こんなもんでいい？うん。うわ、こちらです。はい。さらにまた馴染ませた方がいいかもね。全体的にニンニクと醤油。ああ。上に乗っちゃってから。うん。オッケーです。模様もしてる。そうです。よし。あ、分かった。怖、鼻きそう。どうやるか。ちょっと上に上げて、あ、すごかった、うん、ゴム通した。あ、すごかった、うん、ゴム通した。これを一回締めて、あー、切り返す、ひっくり返す。全部出たもん。一回試しにちょろっとだけ横にして、うん、一気にひっくり返す。粉怖っ。ジャバーこぼしに行ってる。怖っ。ああ、意外と大丈夫だ。ああ、大丈夫大丈夫。ああ、いいね。これで、問題作る。ジップを考えたし、天才。すごいよな。マジ天才です。しかも安いじゃないですか。うん。おー、美味しそう。ニューネクが入ってくる。なんか、ちょっと料理っぽくなってきた。ちょっと今日料理しないですよね。今日食べたいけど。1時間ぐらいして、うん、はい、あれから1日経ちましたって言って、格好一緒っていう。バレバレの、バレバレの、ちょっと髪型変えるか。それ1日以上経ってるだろ、髪型変えたら。で、面白いですね、その手で撮ったら。味染みてて美味しいですね。シュさん分かってるのに。分かってるのに。誰のために動画を撮ってんの。たった手で話するって。みんなね。謎すぎだろ、その動画。昨日何しちゃう。昨日あの後みたいな。鶏肉寝かしてる間。一人で家に帰ってクリスマスケーキ買ってたよって。また同じ服で来てしまったって。全員奇遇だなって、全員同じ。OK かな。いいっすね。はい、美味しそう。こちらをどこで1日冷蔵庫で1日寝かします。はい、じゃあ冷蔵庫入れます。はい、はい、こちら後日、後日会いましょう。はい、後日。おはようございます。おはようございます。はい、はい、マルドル漬け込み1日って予定したんですけど、はい、大きかったから2日漬けることになりました。で、漬けた丸鶏がこちらですね。美味しそう。めっちゃ味染みてると思います。確かに、いいんじゃない。そうだね、美味しそう。さばきますか、俺が。もう、まだ食え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 、なんで。これあと、焼き入れてない、まだ。あー、そういうことか。さばき刺身にして、刺身刺身感覚で今言ったよね。さばきますかって。これはね、はい、調理方法なんですけど、はい、鍋に今水入れてて、はい、これがある程度沸騰したらこれを入れてじっくり火かけていくんですけど、丸鶏の中心の部分が70から80ぐらいになれば OK、 食べれるってことですね。はい、いいですね。早速沸騰させてこちらを入れていきます。はい、はい、ちょっと入れます。せーの、あ、ドン。ダメ。
ダメ終わろう今日いつもと違うっつってなあタイミングわからんっつってこれごと入れるんだそうそう色ついてきたもんそこなんか色変わってるよねじゃあちょっと楽しみに、はい、じゃあじっくり待ってますはい少し時間経ったんだ、はい、だって少し時間経ったんだはいはいはい中身の温度をチェックしますそうですね、チェックしてみましょう75度から80度あればいいんですよねそうですねさっそく、うわ、めっちゃうお超いい匂いやばくない神様刺しますよ今は25、どんどん上がってきております全然まだまだでもちょっとこっちピンクいよね、まだ全然、温度見てごらん25度、20適温ぐらいなんか人間が生きるので適温ぐらいじゃない、うん、表面温度は表面で44全然だな52、表面で表面52もしかしたらあと1時間ぐらい結構時間かかるかもねじゃあもう一度バイバイはい、煮込みますはい、またあれからちょっと30分ぐらい経ったんで、はい、ちょっと中の温度確かめていきますか、ハルさんララライララライ同じ時間うわーいい匂いよしがしが出るめっちゃいい匂いあ、壊れてるやっぱり穴開いてるオーマイゴーオーマイゴーしさせてくれ一番深いところで、今の温度が22度いくよ深いところいってはいお30、40、お、78、お、40お、いいねいいねお、頑張れ頑張れもうちょいだよいけるか60いったおお行くいいよお他のところ刺してみて上がって上がって上がってっ他のところ分厚いところ行ってあこっち分厚いあいいねいいねあ下がってた下がってやばいやばいやばいあららららあらららららやば穴開いちゃったどうしよう入れ物入れ直すやばチェンジしないといけんなあ、ちょ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 知るから知るからすーなー鬼やばいやばいなれないなあ、ちょちょちょこっちこっちに行けるこっちめっちゃいい香りね生姜のいい匂いする一回これ横も切るね、切ってから入れようかハサミチョキチョキワクワクトゥルトゥルルルクリアハサミ全員バラバラだから骨持った瞬間モモおまっあー今手洗ったせーのわっつや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 つ救助成功俺が持ったかったやつ入れるあ、いけた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 抜かすよ。うえー。しゃあ、ありがとう。成功です。待ちますか。はい。あれから時は経ち、草木は枯れ。あ、ダイバーツーリングが始まりじゃん。あれから1時間ぐらいですかね。うん、はい。やりました。よし。はい。熱い。え、めっちゃいい匂い。ぶっ刺していい？なるべく真ん中らへん OK 熱が 通らなさそうな場所に刺していい、うん、戻ってもう上がって上がってさっきより全然違うペースが圧倒的70度超えきましたはいそしてここは確定 OK 食べれますここの部分違うところも刺してみてこっちの方余裕のよっちゃんめっちゃ次どんどんいこうどんどんいこうこっちの方もう80度超えてるいけるんじゃねこれいけると思ううん大丈夫だと思う完成イエーイお皿に盛り付けていきますお汁側からこぼすかね、多すぎねね、多いなちょっとこぼす増えた汁汁増えたなんか増えたよね鶏汁が出てるかもしれない出る出る出る生まれる生まれた怖い怖い怖い生まれた
生まれた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 よ生まれた丸鶏丸鶏のチャーシュー完成おいしそう食べましょう食べますか食べましょう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 てん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 あっちに持っていきましたね完成いたしました僕の想定内だと火は通ってるんで食べれるんですけどなんか骨とかこうやって持ったらポロポロポロって取れるのかなと思ったんですよおお取れそうじゃないポロポロ取りポロポロってポロ取りやってみてくださいせーのポロポロポロおやばポロポロハルさんポロ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 やばポロポロやばおお骨抜いた骨抜きポロポロ骨抜きポロポロすげえこれもいけるんじゃんもしかしてポロ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 ハルさんポロポロおっとポロポロ無理やりポロポロポロおおすげえ取っていっていいですか、はい、絶対こっち美味しいだろうやば柔らかほんまでっかほらあらボロボロボロ取りたいけど取りたいけど取るだけに取るだけにですかはは取り返しのつかないこと取るだけとりあえず食べよう取るだけにちょっと取り分けてから取るかはい取り分けて取るか取るだけに食べますかいただきますいただきます絶対うまいどー先にカールさんが食ってリアクションを見るおー美味しい Happy birthday to you Happy birthday to you 誰かの誕生日そんなにレベルうまいいただきますめっちゃ柔らかいうまい味も染みてる2日間かけて乳化しただけあるめっちゃうまいうまっハルさんうわうまっ鳥の中でこれめっちゃ好きな方うまっやりますやんやったー成功した全部味染みてる生姜がまたいいですかねうんどういう風に味が染みてるのちゃんどういう風になんかおでんの大根食べてるみたいなうんあの染み、うん、ほろほろ味がめっちゃ染みてるそうそうそう大根染み染み大根みたいな店出したら、丸さんこれなんて店出すのとりあえずとりあえずとりあえずほろほろ多分目ガンビラキっすよこれ嘘だったらどうする嘘だったらどうする嘘だった時はもうシャーセンいいもの食いすぎっていうあ米合うだろあっ美味しい普通にうまいっすよね美味しい味しみしみボンバーマルさんうまいじゃないですか料理マルさんんやるやないっすかありがとうございますいろんな人から美味しいところ独り占めしようとしてる見てぼんじりとろうとしてるこの人とりあえずはね取れてない取れてない生姜イエーイ絶対うまいやつやんそれぼんじり絶対うまいプリプリではないこれをうまうますぎはい美味しいねぼんじり取ってくださいいいの、うん、いいんすか、うん、はいうわめっちゃプリッとし食感刺した感覚ないねいっちゃうよぼんじりいただきますうまいやばいめっちゃ鶏の油すごいけど超うまい、ね、プリプリしててうまいマジでご飯欲しいあ、ありますようえーかっこいいその手には乗らないよいや、ありがとううまいじゃあ食べていくかはいこれうまいわおいしい食べ方知ってるかい母ちゃんたちにも教えるよ鳥考えた人天才神様やし鼻きついてるやんリアルこれねさこんにゃくとか入れてから食べたりか大根とか山芋煮つけ煮つけそれも煮つけやんこれ煮つけじゃないのチャーシューやチャーシューやこれつけちゃうチャーシューやチャーシューや
はい、ごちそうさまでした。ごちそうさま。めっちゃ美味しかったんだけどね、やっぱり量が量で余っちゃいましたね。はい、持ち帰ります。絶対うまい、これ。あー、やばこれさ、そのままカレー作って中に入れても美味しそう。やばそう、それやばそう。ホロホロだし。はい、ということですね、今回は丸鶏を使った丸鶏チャーシューを作ったんですけど、とてもうまくできてよかったです。なんか小学生の感想みたいな。そうだね、一気に飛ばないように今回は鶏でチャーシューを作ってみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。